こんにちは。早坂剛です。動画をご覧いただきありがとうございます。今回はですね。フェイスブックで友達の整理をする方法をですね。お話し,していきたいと思います。現在、僕は工場で働く労働者です。今の生活をですね。少しでも豊かにしたい。そう思ってですね。隙間時間を利用してユーチューブ。 ブログなどで活動していますよろしくお願いします Facebook の友達の種類には親しい友達、友達、知り合いがあります基本的には友達に設定をしておいて相手のですね投稿にいいねやコメントをすると表示されやすくなります これを親しい友達に設定をするとそのユーザーが何かを投稿するたびにアラートされますなのでこれらを利用して友達の整理をすることをおすすめしますでは友達の整理をする具体的なやり方をですね説明していきますやり方はとても簡単です自分の ニュースフィードの左側の「友達一覧」から「友達に移動します次の「友達から「すべての友達を見る」にですねカーソルを合わせますすると友達のリストがですね表示されますそうしましたら「友達にカーソルを合わせますあとは、 自分が設定したい項目をクリックすれば OK ですこうすることによって Facebook で最適な友達の距離を保つことができますなのであなたもですね友達の整理をして快適な Facebook ライフをですね楽しんでみてはいかがでしょうか今回の動画は以上となります最後まで動画をご覧いただき ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いしますそれからですねメルマガもやっていますのでそちらもですね合わせてよろしくお願いしますでは失礼します